り持ったら、うん、回転か硬くなっちゃうから手首が固まっちゃう。はい、あ、まあ、手首が分からなくてラケットが動かないから、うん、回転かかんないと、うん、これは、まあ、ラケットを戻せる。ああ、こう、はい、ああ、なるほどね。入りは入り適当。普通にあんま力、うん、とりあえず力抜くことしてきた、うん、何でもいいと思う、うん、あとボールの、あ、そうですね、ボールの右側を捉えて、イメージ的には、あ、イメージ的にはこっちです。みんな結構こっちじゃん。あ、はい、俺とかこっちでさ、はい、こうよっこいてってボール取ってさ、こっち取られるとさ、グーンってくるよね。はい、ラッシュっすね。いや、いいボール。あとあれは突き打ち。あ、はい、突き打ちの一緒です、うん、当たるときに力入れる。あとは、なんだろう、あとみんなドライブするときって、うん、なんか薄く捉えようみたいな、うんうんうん、で、めっちゃイメージされてるんですけど、うん、なんか実際そうじゃなくて、うん、多分上手な人なんか当てるけど回転かけるみたいな、うん、当てるけど回転かける。おー、で、要は何、強く掴むってこと。あ、薄くっていうよりは、そうそう、強く当てて回転を、うん、自分が打ちやすい。自分が、あ、打ちやすい。一番力入るところですね。うん、ます人によっていた人の手の長さによって違う。全然違った。後ろは打たないと思う。うん。突き打ちでも結構上の方捉える。はい、多分。